はい、こんにちは。今日の日本史バトルは小学生のリクエスト、伊藤博文みたい国木田トッポ。よく国木田トッポとか知ってたね、小学生。はい、選手紹介。伊藤博文、長州藩出身の初代明治時代の初代総理大臣。昔は千円札でした。過去のバトルでは伊藤博文みたいペリー、ダレオス一世対伊藤博文、伊藤博文みたい三次、ぜひ動画リストからね見てください。対する国木田ドッポは小説家。では、伊藤博文対国木田ドッポの近代対決。はい、伊藤博文は68歳、 HP は68、国木田ドッポは若い36歳、 HP は36。では、さ、一緒の戦い、カメドン、ぬえガメ。伊藤博文がね、朝鮮投下になった時のね、ぬえガメというね、ぬえガメが朝鮮に襲いかかってるという有名な絵があります。攻撃力は10。じゃあ、国木田トッポはガリガメ。なんかね、子供の頃ガリガメと言われていたそうです。攻撃力なさそう、3。というわけで、伊藤博文の攻撃で国木田トッポに10のダメージ。ドガン。じゃあ、次の戦いは、英語力は、ドン。英語政治家、国木田トッポ、大学英語政治家に入りました。攻撃力は10。じゃあ、伊藤博文は、イギリス留学。伊藤博文、イギリスに留学してますよね。留学の半年前にはね、イギリスの公使館焼き打ちし、ね、とかしてるくせにね、半年後には留学とかいう、とんでもないことします。攻撃力は20。伊藤博文の攻撃、ドーン。国木田ドッポに20のダメージ。では、最後の戦いは、女性関係。女性関係は、ドン。浮気しまくり、伊藤博文、最低。攻撃力はマイナス99。国木田ドッポは、反対されたり捨てられたり。なんかね、国木田トップね、うーって結婚しようとするたんびに相手にめちゃくちゃ反対されたりね、捨てられたりとね、とにかくなんか信用されない人ですね、国木田トップって相手から。というわけで、攻撃力はマイナス10。この場合、攻撃力マイナス99が自分に跳ね返ってくる。どうぞ。伊藤博文に99のダメージを自ら受けて沈みました。というわけで、今日の戦い、国木田ドッポの勝利となりました。さあ、こんな感じでいつもね、日本史バトルやってます。過去の動画もぜひ見てください。そして、高評価、チャンネル登録もお願いします。では、皆さん、また来週、次回、バイバーイ。